名人と遊ぼう。イエーイ。今日はみんなで遊べる面白いゲームを持ってきました、はい、イエーイ。さあ今日は何でしょうか。ジェリージェリーゲームズの五文人です。五文人とは、うん、お題の漢字カタカナの文字を漢字2文字プラスカタカナ3文字で伝えて得点を多く集めることを目指す言葉を使ったパーティーゲームです。難しそうだな、なんかね。まあでもやっていけば多分理解していくと思うんで、はい、じゃあ早速遊んでいきましょう、はい、イエーイ。じゃあ大丈夫かな、これ見てないですか。見てね、チラッと見る人いるからな。このカードの2です。はい、あーはいの2、はい、これです。お漢字漢字2文字とカタカナ3文字で表現して当ててもらいます。それではシンキングタイムスタート。漢字2文字って難しいな。なんだろう。わかった。わかったよ。マジで。だからもう名人の想像力だよりです。これさ、こういう想像力って弱いんだよな。名人意外に頭いいんで。一個足りない。名人意外に頭いいから。意外にってどういうことですか。意外に。どうですか、はい、ゆみちゃん。あ、書けましたか。まあ、はい、書けました。はい、じゃあ新曲タイム終了ということで、はい、じゃあ一人ずつ。はい。行きます。はい、ででんのドン。果物煮込み。じゃあ次行くか。はい。私はじゃん、食用ジェル。フルーツグミ。ブブー、違います。決められる。当ててもらえなかった。じゃあ私行きます。じゃん、甘味ジェル。お、ジェルつながりだ。煮込みでしょ。この3人のジェル回答を見て答えをどうぞ。羊羹。ブブー。え、何を答える。何、せーの、ジャムでした。どうですか。煮込んでるわ。あ、ですよね。言われれば理解できる、うん、言われれば。あ、確かに煮込んでるわ。あ、でもこれ私も当ててもらえなかったから0ポイントだ、うん、ゼロポイント。みんな0ポイントか。みんな0ポイントです。はい、じゃあ次は私がカードお題を選んでいきたいと思います。はい、目つぶります。目つぶっててください。かなちゃん目開けてる。開けてない。開けてるよ。開けてないよ。目が見えてるってことだ。開けてないよ。目つぶってるよ。ちゃんと3です。何です。簡単なのがいい。想像力がないからな、うち。はい、3です。はい、想像力が。じゃあ皆さん確認できましたか。できました。じゃあ書いていきましょう。なんだろう。いや、私結構でも自信あるな。お、書けました。本当に。え、早くない、かおりん。いや、得意かも。絶対当てれるよ、これ。でもね、カタカナがいつも難しいんだよね。カタカナがなんかいつも音とかになっちゃう。よし。お、あと、いい道。はい、はい、書けました。じゃあ目を開けます。はいはい、パン。どうしよう。でもやっぱ一番早かったカオリンから行く。行きたいと思います。行きます。はい、せーの、ドン。天体ルーム。え、めっちゃ簡単じゃん。いいですか、答え。はいはい、プラネタリウム。もう一回、だって言った。もう一回、プラネタリウム。ピンポーン、はい、イエーイ。ドンピシャだもん、あれ。うん、すごい。でもこういうのを選んでいったら、カオリにもポイントが10ポイント、うん、やったー。で、かなちゃんが30ポイント。やったー。そうなんだ。そうなんですよ。ちなみに私は星座法。あ、でもそれでも分かったかもしれない。しました。名人は、ね、宇宙映画。あ、でも確かに映画みたいなの見ますもんね、今ね。これちょっと簡単だったからね。これはちょっと優しかった、うん、優しい、ありがとうございます。じゃあ、ゆみち、はい、目つぶっていただいて。おい。開けてる、開けてる。ダメだよ、ゼロはマイナス点だよ。マイナス50点ね。これです。 OK ですか、皆さん見ました。 OK、はい、うん、はい、わかりました。目開けていいですか。じゃあ、シンキングタイムスタート。これ、え、これ、
え、これうち絶対これわかるよ、ゆみち。あ、ほんと？じゃあかなちゃん一番目にしようかな。絶対いいの？かなちゃんに10ポイントいっちゃうよ。絶対これだ、絶対これ。もうね、名人もかけた。ちょっと字汚いからもう書くな。えらい。かおりちゃんはどうですか？全然わからん。嘘。かおりんは一番最後に選ぼう。はい、あ、でもこれ、はい、いいわ。行きました、行きました。はい、じゃあ目開けていいですか？はい、はい、いやもう一番自信のありそうな、はい、かなちゃんの見たいと思います、はい、せーの、ダン、絶叫ランド、え、何でしたっけ、遊園地、正解。すごい、やったイエーイ、イエーイ。すごい、何にしたの、ちなみに。私はユーグランド。あ、おお、名人は。そっか、ランドが使えるの。俺、あの遊戯場所。多分名人選んでたらもしかしたら公園って言ってたかも。あ、そう、遊具、最初遊具かなと思ってた。あと名人、漢字があってカタカナです。場所逆になってます。場所でしょ、漢字じゃない。先に漢字で2文字。そうなの？そうです。やった、30ポイントもらった。頭が漢字選んだ。はい、おめでとう。すごい。ちなみに今何点、今なんですか？だいぶポイントを蓄えてる気がするんですよね。お、じゃあ最後50ポイントぐらいにしない？ゲーム番組にありそうなね、はい、最後のルールね。大事大事。いきまーす、はい、4。4、うーん、また難しいの。なんか毎回なんかすごい、私の時みんなちょっと苦しそうに書いてるけど、え、漢字合ってんのかな。いつも早いかなちゃんは、うん、あれ、いや、これちょっと待って、これをどう捉えるか。漢字がわかんない。イメージもかけたんですか？うん、早、自信は、まあ多分 80% ぐらいだったんじゃないか。っていうかほぼズバリで。あ、いいかな、これ。これにしようかな。わかるかな。ちょっと変えます、ちょっと変えます、ちょっと待ってください。はい、はい、かけました、はい、ちょっと、かおりちゃん目、厳しいかもだけど。目が失敗します。おはようございます。はい、誰のにしますか、誰か行きますか。じゃあ、あの自信がありそうな名人から。俺ズバリだよこれ。はい、行きます。はい、伝票用紙。あ、はい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 、はい、レシート。イエーイ、ピンポンピンポン。正解。2人とも50ポイント入る。じゃあ最後誰、な、だ、みんな何ポイント。うちとゆみちの。はい、せーの、領収ペーパー、収書、領収書、収書ペーパー、収ペーパー、あーと、うん、買い物用紙。ああ、名人とちょっと近い。最後の大逆転はあったのでしょうか。ポイントは、ポイント、これ70点。名人70点、香里香奈由美60点。イエーイ。大逆転、名人大逆転で勝利となりました。さすが名人と遊ぼう、よくできてるな。よくできてる。さすが名人の。全部シナリオ通り。シナリオねえだろ。台本に書いてありますもんね。書いてありましたね、はい、今日はジェリージェリーゲームズ5文字で遊びました。気になった方はぜひ検索してみてください。以上、名人と遊ぼうでした。バイバーイ、バイバーイ。